早弁してる。こいつ個別指導塾で早弁してる。今授業中やぞ。えげつない度胸やな。こんな目の前で先生が見つめてるのに、お弁当に夢中で気がついていない。教科書で隠してはいるから悪いことをしてる意識はあるんだよな。バレないつもりでいるのかい。キラッ、あ、こっち見た。パクパク、ハマママ。あ、食べた。目があったのにまた食べた。え、悪い意識はなかったの？じゃあなんで教科書で隠してるん？これは一回怒らなあかんよ。おい、個別指導塾で早弁するな。こんなセリフ初めて言ったけど、個別指導塾で早弁するな。してません。してません。それは無理があるって。こんなに目の前にいるんだから。咀嚼音とかすっごい聞こえてるんだから。こんな教科書じゃ隠しきれませんって。プルルル。はい、もしもし。何？今？今はね、お弁当屋さんにいる。お弁当屋さんって言ってる。こいつ塾のことお弁当屋さんって言ってる。え、お弁当屋さんって思ってたん？こいつにとって塾はお弁当を食べる場所なん？だから早弁はしてませんって言ったん？早弁じゃなくて、お弁当屋さんで普通にお弁当食べてるだけですよってこと？こいつにとってお弁当屋さんだったんや。先生、一問目解けたので見てもらえますか？あ、塾の認識も一応あるんか。教科書持ってきてるもんな。先生、この唐揚げジューシーです。お弁当屋さんの認識もあるんやな。唐揚げ美味しいって報告するってことはお弁当屋さんやもんな。で、塾であり、お弁当屋さんであるってこと？先生、この問1の X の答えなんですけど、X イコール唐揚げで合ってます？合ってるわけないよな。それお弁当屋さん兼塾である時の答えやもんな。そしたらうちはもう、個別指導お弁当屋さんになってまうもんな。うち、個別指導お弁当屋さんやってるつもりはありません。問2の答えは、180度で合ってます？それはどっちやろ。お弁当屋さんのことなら、唐揚げの温度のことやし、数学であれば角度やで。でもうちは塾だから、角度の方かな。それ、図形の問題かな。いえ、油の温度です。唐揚げでしたね。これ合ってますかね。はい、唐揚げの温度180度で合ってます。ありがとうございます。メダカの学校は茶根の中、そーっと覗いてちゃんとしてごらん、そーっと覗いてちゃんとしてごらん、みんなでちゃんとしてごらん。